6月2週目登場の一押しクレーンゲーム景品、キュートな新生 B 小町揃い踏み、推しの子をゲットしちゃお、ドシンドシンギャオー、大迫力、ゴムひも付き、あなたはどの色にする、のびにょーん、こんなに大きなウサギ癒される、まるで本物なぬいぐるみ、ロッピーチーズ好きにはたまらん、もちろん中にもネオソフト、ネオソフトってこれポーチやないかい、カラビナ付きで使いやすい、種類もたくさん、今週のなえまる一押しクレーンゲーム景品でした。あーこれ欲しいと思ったそこのあなた、ゲームセンターへゴーゴー、ゲットしないと後悔する6月第3週登場プライズ5選、1つ目、拳と拳がぶつかり合う、これぞまさに絶景。2つ目、この髪、この体、そしてこの顔である、かっこいい、それな。3つ目、最強の造形師が作る最高のフィギュア、え待って、美女がいい。4つ目、ジュー、え水鉄砲だったの、これは楽しいぞ。ラスト、どれにしようかな、メラメラのみ、欲しいものは見つかった、以上 Presented by モニちゃん、モニちゃんでした。今週のイチオシクレーンゲーム景品、ドットの世界から飛び出してきたたまごっちぬいぐるみ、ブルーアイズホワイトドラゴン召喚、レッドアイズブラックドラゴン召喚、あの伝説のデュエルが蘇る、あれワニヤマさんと思ったらワニヤマさんのコスプレをしたしんちゃんだった、来週はアクション仮面も登場だ、クスッと笑えるデザインに癒される、いやー今週も激アツなアイテムばっかり、みんなのお気に入りは見つかった、リクエスト感想コメントしてね。クレーンゲーム大好きモニちゃんです。今週絶対にゲットしたいプライズ景品ベスト5、1、神羅転生する姿がかっこいい、ナルト疾風伝バイブレーションスターズペイン、来月にはコナンも登場するから絶対にゲットしておきたい、2、躍動感あふれる怪獣姿、怪獣8号ワールドコレクタブルフィギュア、ログストーリーズ怪獣になった男、今話題の怪獣8号が手のひらサイズのフィギュアで登場、3、あなたは誰に送る、マッスルスターズピース中山筋肉理想の姿トロフィー、筋肉の理想の姿がトロフィーに、パワーあふれるプレゼントとして喜ばれそう、4、春高で見せたあのシーンがフィギュアに、配球ミアーツムフィギュア、俺のサーブの邪魔すんなや、緊迫感あふれる表情がそれはそれはかっこいい、5、見ているだけで癒される、配球フラッフィーパフィーひなガラス&ケンマネコ、ふわふわのフロッキー素材で触り心地抜群、配球ファンは大歓喜間違いなし、欲しいものは見つかった？みんなも探してみてね。